皆さんこんにちは、岡田克也です。先ほど役員会、常任幹事会、そして両院議員総会において、菅さんが代表を辞任するということを述べられました。そして、代表選挙の手続きに、入る、そのことが決定されたわけです。菅さんは挨拶の中で、自分としてすで、に代議士会において、一定の目処がつけば若い世代に、バトンタッチするということを言い、そして、その一定の目処というのは第二次補正予算と、そして、公債特例法案、再生エネルギー法案、この3つが成立したときに一定の目処がついたというふうに考えるということを言ってきたと。今日第二次補正予算はすでにできてますし、2法案について参議院で可決され成立をいたしましたので、そういう一定の目処がついたということで、自ら代表を引くんだということを言われました。この間私も菅さんと毎週いろいろな話をしてまいりましたが、菅さん一貫して、その3つの案件がきちんと片付けば自分は辞めるんだということを言っておられました。特に公債特例法案については、これは次の代表総理に委ねるということになれば、また野党の方から、法案を成立させることとの引き換えに、いろいろとご注文いただくということになりますので、自分は何としてもこれを成立させたいということを言っておられました。メディアはそういう菅さんに対して延命を図ろうとしているということを多くのメディアは散々書き立てましたし、そして延命を図ろうとする菅さんに対して私を含む執行部がそれを引きずり下ろそうとしていると、こういうふうに書き立ててきたわけであります。全くそれは間違いであって、菅さんは延命を図ろうとは もちろんしていませんし、私とも対立もしていません。2人で、なんとかこの3条件を早く満たすためにどうしたらいいかということで、いわば二人三脚で、あるいは越井市参議院会長も含めて3人で進めてきたわけです。この間どうしてメディアが物言いになったのか、大変不思議に思いますし、正確に伝えるという、そういうメディアの使命を果たしていないのではないかと、そういうふうに常に思っていたことをこの際改めて申し上げておきたいと思います。いずれにしても明日の午前中に公社の締め切りが行われ、その後丸2日間いろんな場で議論が行われます。テレビなどでの討論会もあるでしょうし、明日の午後には日本記者会主催の討論会、あさってにはインターネットを通じて党が主催する討論会が行われます。そういったことを通じて候補者間の政策、そして人柄、そういったことについて多くの国民の皆さんに知っていただければ大変ありがたいというふうに思います。会員長としてはこの代表選挙がしっかりと行われ、そして手腕指名によって次の総理が誕生する、そこまでしっかりと見届けていかなくてはならないと、そういうふうに思っているところです。ただ、基本的には幹事長としての大きな、重荷をこう下ろしたと、そういう感じになっております。皆さん本当にありがとうございました。